クライの原田です。この度は、3分の1スクエアピックチャップスタジオを買い上げていただきまして誠にありがとうございます。組み立てにが心配というお客様もいらっしゃると思うので、これから組み立ての説明をご案内したいと思います。まず、箱を開けるとこういうふうに2層に分かれて蓋がついた発泡スチロールが出てきます。まず、上の蓋を開けると、上のレイヤーはこんな感じで胴体、頭、フード、腕が入ってます。で、下の層には台座とか、尻尾とかが入ってるんですけれども、ここで重要なのは下の台座を早く出したいというのもあるかもしれないんですけれども、まず、どのご家庭にもあるであろうこういうクッション、柔らかいもの、ソファーの上とかそういうのでも全然構わないんですが、こういったものを用意して、上のレイヤーにあるパーツを取り出してしまいます。いきますね。すごく重たいので気をつけてください。このような形で胴体と足が一体になって入ってます。これを、こうではなくて極力横向きにして、柔らかい、重たい面がこういう柔らかい、ものの上に来るようにしてまず置きます。こんな感じで、いろいろと出していきますね。ヘッド、そしてアーム、両方こういうふうに柔らかいものの上にまず置きましょう。で、このように上のレイヤーのものが全て出て、離れて下の層にアクセスします。下の層はこんな感じで、ベース、背中の突起、尻尾、そして顎のパイプが入ってます。そうしましたらベースを取り出しましょう。こちらも重たいので気をつけてください。では組み立てていきたいと思います。まず最初にこの重たい胴体と足を、台座に設置します。こういう状態ですね。その次は、腕を取り付けていきたいんですけれども、腕がそのまま取り付けるとこのももの部分とこの肘の部分がタッチしてしまうので、ここは気をつけないといけないです。開封した時に箱をくるんでいたビニール袋があったと思うんですけれども、もうこういうので全然構いません。こういったものをこんな風に膝部分、もも部分をガードして、そしてこう腕をはめていきましょう。肩の部分にはマグネットが入っているのでスポッと入っちゃうんですね。スポッと、はい、これではまりました。腕を少し持ち上げながら引き抜くと、一番スムーズにいったと思います。次は逆の方も取り付けます。ここも同じです。こんな感じでビニールでももの部分をガードします。そしてはい、これで腕が入りました。ここもまたちょっと腕を軽く持ち上げながらビニールを抜き取ります。ビニールを抜き取る際は手と手の間が結構こうタイトになっているので、そこのタイトな部分の、ビニール、すごくかさばる部分もあるので気をつけてください。では頭をつけてみましょう。
ただ普通に取り付けるだけです。奥までしっかり差し込みます。そうしましたら次は背中の突起いきましょうね。下の層に入っている突起を取り付けます。ポイントとしては突起の付け根にこういったパイプがあるものとパイプがないものがあるんですけども、パイプがある方が下になります。このディテールとつながる形になるので間違えないように突起をはめます。はい、ここがつながりますね。下の部分も同様です。反対側も同様です。これで背中が OK ですね。はい、そして、尻尾なんですが、尻尾もここの台座のこの辺と、左足の足首の内側に接触することがあるので、腕をはめた時と同様にビニールでガードします。ではこの尻尾を取り付けます。後ろからこのようにして通しまして、ちょっと回しますね。で、ここも首の部分と同様に金属の線が入っているので、場所を確認してはめ込みます。そうするとここは足首の内側と台座がこうやってガードされた状態で尻尾をはめることができました。尻尾、腕と同じように、ちょっと尻尾を持ち上げながらビニールを塗っております。そして、顎から肩に伸びるパイプが2本入ってます。もう顎の部分とパイプにはマグネットが入っているので、ぴったりと吸い付くようにはまるかと思います。そしてパイプのここの部分なんですけれども、基本的には肩の部分に、ほとんど埋まるような形になります。このぐらい入れちゃいます。では最後フードです。フードを取り付けるのが難しいと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、コツがあります。まず後ろからはめます。そして、この一番細くなっている、狭くなっている部分をこのように人差し指でホールドして外にちょっと広げるんですね。かぶせまして、ちょっと広げながらこうするとすっきりとはまります。もう一度、ここに蛇腹のパイプが走ってるんですけれども、これをすべてこのフードが覆う形になれば一番かっこいい形になります。こういうふうに狭い部分を両指でホールドして広げながらはめます。これで、ピックチャップスタジオの組み立てが完成です。では、このスタジオをお楽しみください。ありがとうございます。